ファンタラトゥール作、ドラクロワへのオマージュファンタラトゥールと信仰のあった画家が描かれている。前列左より、デュランティ、ファンタラトゥール、ホイスラー、シャンフルーリ、ボードレール、後列左よりコルディエル、ルグロ、マネ、ブラックモン、バルロワ・アンディジャン・テオドールファンタラトゥールは、フランスの画家、リトグラフの版画家。ファンタラトゥールは、フランス、イゼール県のグルノーブルに生まれた。 父親のテオドール・ファンタラ・トゥールも画家であった。父親やオラース、ルコック・ド・ボア・ボードランに学んだ後、1854年からパリのエコール・デ・ボザールで学んだ。パリの美術館で名画を模写して修行し、同世代のエドガードガや、エドアル・マネ、ベルト・トモリゾと知り合った。1859年に、ジェームズ・マクニール・ホイッスラーに招かれて、イギリスに旅し、イギリスの画家たちとも知り合いを得た。 1959年にギュスターブ・クールベとも知り合い、2年後、クールベのスタジオで働いた。1863年の落選展に作品を出展した画家の一人となった。1862年に、マネ、アルフォンス・ル・グロ、ホイスラー、ヨハン・ヨン・キンと、フェリックス・ブラック・モンダとエッチング版画家協会を設立した。1864年に、 ロンドンのロイヤルアカデミー・オブ・アーツの展覧会に出展した。イギリスでは、ファンタン、ラトゥールの花を描いた作品は人気を得た。印象派の画家と同世代であり、親しかったが、写実主義のスタイルで描いた。1876年、画家仲間だったビクトリア・デュブールと結婚。以後、夏になると、俺の県、ビュレにあった妻の家族の田舎の邸宅で過ごし、その場所で、 ファンタラトゥールは亡くなった。遺体はパリのモンパルナス墓地に埋葬された。ファンタラトゥールの作品でよく知られているのは、生物画、花の絵、友人の画家、作家たちのグループ肖像画、クラシックの大作曲家たちの作品を描いた、精巧なリトグラフなどである。ファンタラトゥールをイギリスに紹介したのは、ジェームズ・マクニール・ホイッスラーだった。ファンタラトゥールの絵の一つは、 現在250万 US ドルする。ロベルト・シューマンの同名の曲を描いた、ラクエント・ペリー・ザ・クリーブランド・ミュージアム・オブ・アート。ありがとうございます。